お元気ですか、ボクシビです。今回は新日本プロレスとスターダムのトレーニングコレクション10パックを開封していきたいと思います。それではね、早速やっていきたいと思います。こういうのはね、あんまりね買わないんですけどね、ちょっとね機会があったのでね買ってみました。ではね、いきます。では1袋目開封していきたいと思います。ではいきます。1袋目は田口、これは田口選手でございます。裏はねこうなっております。で続いて、2袋目でございます。これ結構いいの来たんじゃないでしょうかね。スターダムのですね、これは、誰だこれ。このね、カードが出ましたけどね、すいません、これ知ってる方いらっしゃいましたらお願いします。あんまりね、今ね、見ることってあんまりないのでね、ごめんなさい。3袋目でございます。で、3袋目は、イービル選手でございます。4袋目でございます。4袋目はね、ケンタ選手でございます。5袋目でございます。これはね、後藤弘樹選手でございます。6袋目でございます。エル・ジェスペラード選手でございます。8袋目でございます。これはね、見たことがあるんですけど、なんだっけね、これごめんなさい、これね、なんだっけね、ちょっと、ね、思い出せない、ごめんなさい。選手でございます。スターダムでしょ、ごめんなさい、あんまりねスターダムなんか試合見ないのでね、よくね分からないです、ごめんなさい。知ってる方いたらね、コメントください。で9袋目でございます。9袋目は、これはウィル・オスプレイ選手でございます。で8袋目ですね。で改めて9袋目でございます。でこれはブッシュ選手でございます。最後のね10パック目でございます。で真田選手でございますとね。スターダムファンの皆様ね、ごめんなさい。ね、女子プロレスってね、実は私、高校1年生でね、時が止まってるのでね、今、ダイガー選手なのかがね、ちょっとよくね、わからないんですよね。本当にね、すいません。以上でございます。新日本プロレスの方はね、よくね、私もね、見ておりますのでね、活躍もね期待しております。もちろんスターダムの選手もね同じく期待しておりますので、機会があったらねまた、試合も見に行きたいと思っております。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。